キズナは、日本の競走馬、種牡馬。主な勝ち鞍は2013年の東京優駿、ニエル賞、京都新聞杯、2014年の大阪杯。馬名の由来は、漢字の、絆から。2010年3月5日、北海道新冠町のノースヒルズで生まれた。本馬の母、キャットクイルは、半姉に、ビワハヤヒで、成田ブライアンを輩出したパシフィカスがいる血統。本馬の半姉である初子のファレノプシスは、G13 勝。半兄の3番子サンデーブレイクは、ピーターパンステークス優勝、ベルモントステークス3着という実績を残していた。本馬を出産した時は20歳という高齢出産となった。なお、キャットクイルはキズナを出産して以降大和メジャー、ハーツクライが交配されたものの受胎には至らず、2013年にはビクトアール・ピサが父の産駒を出産したもののデビューしておらず、キャットクイル自身も2014年1月9日に死亡している。1歳児の2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生。ノースヒルズ代表の前田浩二は、その2週間後にトランセンドでドバイワールドカップに遠征したが、その際現地のホテルや競馬場でも様々な人から日本を思いやる温かい言葉をかけてもらったことに感銘を受け、震災を機に盛んに使われるようになったキズナという名を当時牧場で一番の期待を受けていた本馬にキズナと名付けた。当歳児1歳10月までをノースヒルズで過ごし、母キャットクイルの馬名から牧場現場ではキャットと呼ばれていた。ノースヒルズで栄養コンサルティングを務めるスティーブ・ジャクソンは定期的に同牧場のすべての生産馬につける評価で、本馬に対しては常に最上ランクの A 評価を記録し続けていた。牧場のスタッフから出生時から高く評価され、ダービーを単勝1倍台で勝って、無敗の三冠馬になるという牧場スタッフもいた。1歳になって、鳥取県のトレーニング施設である大山ヒルズに移動して、育成調教が積まれた。当施設マネージャーの斉藤誠は、到着時に、馬運車から降りてきた瞬間に、強烈なオーラを感じたと回想し、馬体については、柔軟な筋肉をまとい、馬体のバランスも素晴らしい、調教においても、心肺機能が抜群で、強めの調教を課して他馬が疲れていてもこの馬は、息が上がらず、元気いっぱいですと評し、騎乗したことがあるスタッフは、乗り味の良さを口にしていたという。大山ヒルズで、育成調教を積んだ、同騎馬には後に JBC クラシックを優勝する、アオーディー、繁殖牝馬として、史上8頭目のクラシック三冠馬、コントレールを輩出する、ロードクロサイトがいた。管理先は前田浩二の指名で栗東トレーニングセンターの佐々木正蔵に決まった。佐々木は生後1ヶ月ほどの時の本馬を見て素晴らしい馬でした。体がしっかりしているし、雰囲気もオーラもあったと言い、これで男にならなかったら僕は最悪の調教師ですと前田に語るほどに絶賛した。その後順地を終え、1歳秋に大山ヒルズをキャンターで走るキズナを見た佐々木は、ディープインパクトそのままの走り方でした。着地の時間がすごく短く、すぐ次の動作に入る。これは大物になる、という、おぼろな思いが確信に変わりましたという。当初は2歳児の2012年6月にデビューする予定だったが、座席のため延期し、10月7日の京都競馬場の芝1800メートルの2歳新馬戦でデビューした。厩舎の主戦である佐藤哲三が騎乗。最後は、リジェネレーションとの競り合いを制し一番人気に応えて、デビュー戦を制した。2戦目の幸菊賞は、後方から差し切って2勝目を飾った。次走の阪神で行われたラジオ日経杯2歳ステークスでは、デビューから2戦騎乗した、佐藤哲三が11月のレース中の事故で、負傷のため休養を余儀なくされ、新たな鞍上に、武豊を迎えて出走した。レースでは前目の競馬になったものの直線はエピファネーアに競り負けて3着に終わった。3歳の初戦として3月3日の弥生賞に出走。1000メートルの通過タイムが61秒6というスローペースの展開で後方からの競馬となり、直線追い込むも上の田原の5着に敗れて皐月賞への優先出走権を逃した。この敗戦を受けて、陣営は皐月賞を諦め、日本ダービーに照準を定めた。次走は毎日杯に出走。部のエージェントからは3年前の同レースで落馬事故に遭っていたため別のレースにしてほしいと佐々木氏に申し出があったというが、予定通りに出走。ハイペースの中で後方に位置し、最後の直線でラスト3ハロン34秒3という2番目の馬より1秒以上速い末、足を繰り出して外から差し切り、2着に3馬身差の圧勝で重賞初制覇を飾った。毎日杯の勝利で、賞金的に皐月賞出走が可能になったもののこれを回避し、次走は距離が2200メートルに伸びる5月4日の京都新聞杯に出走。スタートで出遅れ、道中最後方からの競馬になるが、上がり3。また、この後、日本ダービーを勝利した場合という条件付きで10月6日に、フランスのロンシャン競馬場で行われる。凱旋門賞へ参戦する予定であることが発表された。満を持たして参戦することとなった5月26日の東京優駿の枠番は1枠1番、単勝オッズは 2.9 倍の1番人気に支持された。レースでは、鞍上の武豊がスタート直後から位置取りを下げ、道中は後ろから3頭目あたりの後方待機策を取った。最終直線に向きを追い出すが、進路が狭くなりややもたつくも徐々に進出、残り200メートルあたりから、さらに加速して、先行集団をまとめてかわし、そしてゴール直前に先に先頭に立っていたエピファネアをトライ1、2馬身差をつけ優勝した。鞍上の武豊は、東京優駿通算5勝目となった。なお、武は、キズナの父。ディープインパクトに騎乗して2005年の東京優駿を勝利していたため、史上初の同一騎手による東京優駿統合制覇となった。また、青影初のダービー馬となった。東京優駿に優勝後の28日、佐々木調教師が9月15日にフランスロンシャン競馬場にて行われるニエール賞をステップレースとし、10月6日に同競馬場で行われる凱旋門賞への参戦を表明した。3歳馬の凱旋門賞挑戦は2010年のビクトワール・ピサ以来2頭目となった。9月15日のニエル賞では、道中後方からの競馬になり、直線で外に持ち出し先頭に立つと、内から来たこの年の英国ダービーは、ルーラー・オブ・ザ・ワールドの追撃をしのいで勝利した。10月6日に行われた第92回凱旋門賞では、道中後方2番手からレースを進め、フォルスストレートでオルフェーブルの外側に密着しながら、位置取りを上げていったが、トレブの4着に終わった。凱旋門賞の後は、ファン投票で2位に支持された、有馬記念に出走する方針でいたが、フランスから帰国後の体調が思わしくなかったこともあり、オーナーサイドと佐々木調教師が相談した結果、レース出走を回避することを決めた。古馬となっての初戦は大阪杯が選ばれた。前年の菊花賞馬エピファネアや牝馬二冠馬、名将マンボと対戦する予定であることから有力馬が続々と出走を回避し、8頭立てで行われることとなった。当日はエピファネアが単勝 1.9 倍で1番人気に支持され、キズナは 2.9 倍で2番人気に支持された。パドックでは、父のディープインパクトも見せていた尻羽を行っていたものの、馬体重は昨年5月のダービー出走時より筋肉量が 20kg 増加した 498kg で出走した。レースでは道中最後方から最後の直線で鋭く伸び、粘る東海パラダイスをかわして優勝した。迎えた5月4日の天皇賞は単勝オッズ 1.7 倍の一番人気に支持され、ゴールドシップと共に最後方から競馬となったが、最後の直線は思ったほど伸びを欠きフェノーメノの4着に敗れた。国内のレースで敗れたのは、前年3月の弥生賞以来約1年2ヶ月ぶりだった。2日後の5月6日、骨折していることが判明した。この影響により予定していた凱旋門賞への挑戦を断念。当初は有馬記念復帰を目標としていたが間に合わず、年明けの京都記念を目標にすることとなった。また、休養中には、オーナーの前田浩二から15年の有馬記念で引退する予定があることが発表された。前年12月12日に帰厩して調整されたキズナは予定通り京都記念から始動。このレースには前年の桜花賞馬、ハープスターも出走、実績断然のこの2頭による2強対決と注目された。人気もこの2頭が僅差で最後まで競り合い最終的に2番人気で出走。9ヶ月ぶりの実戦、プラス22キロの馬体重と前残りの緩い流れも、災いし、直線でメンバー随一の末足で猛追するも、逃げた、ラブリーデーと鈴鹿デビアスに、花首差届かず3着に敗れた。続く大阪杯では、キズナ自身含め、ラキシス、スピルバーグ、ロゴタイプ、カレン・ブラックヒル、湘南パンドラの G1 馬6頭が出走する。中単勝オッズ 1.4 倍の圧倒的一番人気に支持されたものの、最後の直線での追い比べでラキシスに敗れ2着に敗れた。続く天皇賞では単勝オッズ 3.3 倍と2年連続で一番人気に支持されての出走となった。後方から競馬を進めるとコーナーで徐々に進出して直線で追い出された。しかし、末足は鳴りを潜めてゴールドシップの7着に終わった。その後、5月13日に2015年の凱旋門賞の登録馬が発表されたが、キズナの名前はリストになかった。佐々木調央教師は、心身ともに疲れが出たと遠征の断念を表明。ただ、この段階では2016年度もワン&オンリーを伴っての凱旋門賞への出走を念頭において、現役続行させることを前田浩二は宣言していた。このため、この秋は国内に専念することになるも、9月20日、右前つなぎ部浅く腱炎を発症していたことが判明し、佐々木調教師がオーナーの前田真二と相談した結果、ローテーションをすべて白紙に戻しこのまま現役を引退することになった。武豊は復帰戦を楽しみにしていただけに、非常に残念とするコメントを残した。9月24日付で競走馬登録を抹消された。9月24日、種牡馬入りの準備のため、鳥取県の大山ヒルズに移動した。10月5日、JRA から北海道安平町の社台、スタリオンステーションで、種牡馬として、つなぎをされることが発表された。引退後は、社台スタリオンステーションで、種牡馬となり、2016年から種付けを開始。初年度の種付け料は250万円に設定されて269頭の繁殖牝馬と交配、翌2017年にも212頭に種付けを行った。産駒のデビューを待たず2018年には種付け料が350万円に増額されている。2019年6月9日にルーチェ・デラ・ヴィタが産駒の初勝利を飾ると、7月21日にはビアンフェが世代最初の重賞である函館2歳ステークスに優勝し、産駒の重賞初制覇。地方でもキメラ・ベリテが北海道2歳優駿を制し、産駒のダートグレード競走初制覇。最終的に産駒は27頭で34勝を挙げ、勝ち馬数30頭超えを記録したエピファネアを抑えて、新種牡馬リーディングを獲得した。2歳リーディングでも父ディープインパクトに次ぐ2位にランクインし、2020年の種付け料は600万円に増額された。3月7日8日の中央競馬において、サンデーサイレンスとディープインパクトに並ぶ記録となる、3歳馬産駒による JRA での週7勝を達成。8月22日の新潟にあるで、雅マドンナが勝利を収め、歴代3位のスピードで JRA 通算100勝となった。2021年の種付け料はさらに増額され、エピファネアやドゥラメンテと並ぶ1000万円となる。2020年は種付け数242頭で国内最多であった。ありがとうございます。